動きさえ取れりゃあとはもうこっちのもんだよな。味な真似をしてくれた例だ。心情のついでと言っちゃなんだが、てめえの首も一緒にぶった切ってやるぜ。誰かいないのか。俺ビピを助けるのだ。残念でしたね。どんなに助けを呼んでも援軍は来ませんよ。なぜなら C4 さんが敵の足止めを。御用だ御用だ御用だ。はい、いっぱい集まってきましたよ。お月め来たじゃないか。ビビらせやがってこの。おい、どうだ。これで形勢大逆転だな。そんな、C4 さんの姿も見えませんよ。簡単な話だ。俺たちを置いてさっさと逃げやがったんだろうぜ。俺たちはあの武具オタクに裏切られたんだよ。
この拳をかける。了解です。よいしょ、うんしょ、たするよ。
真似だしな。俺ピッピを誰だと。何も起こりませんね。え、懐にしまっておいた徳川天下がね。お前たちか、どさくさに紛れて盗みやがったな。知るかよ、さっきの戦いに乗じて誰かが盗んだんだろうぜ。その通り、真珠は私がいただいたよ。C4、 やっぱりてめえは心情を譲る気なんか最初からなかったんだな。ご明察。裏切りは魔界の花、恨むならピュアな自分を恨むといいよ。 See you。 あ、俺ピッピの心情が、徳川天家が。どういうことですか？セイゴーさんは、セイゴーさんは最初から俺たちはおとりだったのさ。このバカ将軍が隙を見せた瞬間に心情を横取りするつもりだったんだよ。そんな。でもほら、セイゴーさんにも人に言えない深く悲しい事情があるとか。ダホ、そんなこと言ってる場合か。騙されたのは気に食わねえが、楽しくなってきやがったぜ。やっぱり悪魔だ、悪毒いかねえとな。裏切りに遭うとは災難でございましたね。無事に船まで戻ってこられてよかったです。とにかく無事で済んでよかったぜ。人質として役立った将軍様にも感謝しねえとな。おい、バカ将軍、下手に動くんじゃねえぞ。少しでも動いたらその股にぶら下がる担当を刃こぼれさせてやる。江戸川家の未来がかかってるんだぞ。そうかい。それじゃあ大事に扱わないと。なあ、そこはやめ、やめ、いや、やめて。あんな護衛だらけの横浜海から大手を振って脱出できるとは将軍様々だぜ。無事に逃げられたんだから、さっさと俺ピッピを解放しろ、バカ者。じゃあ今すぐ魔界シップの外に放り出してやるよ。おばよ将軍、宇宙の塵になりな。いや、やめて、本当にやめて。あの、C4 とか呼ばれてた女の怪盗の秘密をお教えしますから。あの武具オタクの秘密だと。以前、家来どもに命じて怪盗貴族マウスガールについて独自に調査させたことがあったんだ。あんな迷惑な奴がいたら調べて当然だわな。で、何か分かったのかい？ああ、やつの根城が超ド級宇宙イワシの内部、イワシ魔界だろうってところまでは何とか判明したのだな。
証拠もないし、現地の13奉行からの反発もあって捜索までには至らずじまいで。もしかしたらそこにいるかもね。てか、また随分とうさんくせえ話だな。もし無駄足だったら、その場でミンチにしてイワシの餌にすんぞ。それだけはやめてください。この男フェイアス、お二人に一生の忠誠を誓います。そうだ、実は俺ピッピも今の幕府は変えねば変わらねばならんと常々思っておりまして、なのでこれを機にお二人の仲間に加えていただければと思う次第。何卒お願いいたします。なんと素晴らしい心がけ。ウェイヤスさん、あなたは本物の武士です。一緒に幕府を倒し日の元を変えましょう。またすぐに信頼しやがって、懲りねえお人よしだぜ。情を取り戻したら必ず復讐してくれるわ、この反乱分子どもめ。大魔王富士にさらわれた悲劇の将軍ウェイヤス、このままでは処刑される彼を救うために七人の姫が立ち上がった。姫は助けられる側じゃねえのか。考えが古い。今は強いヒロインが求められる時代なのだ。助けてお姫様。助けてもらう側が言うと超ダセ。そして始まるウェイヤス救出作戦。姫たちは敵の大軍を前に名乗りを上げていく。七姫が一人、爆薬姫C4。 何でもいいから爆破したい。姫要素どこだよ。七姫が一人、両姫青。大魔王様の敵は必須しかないよね。裏切ってんじゃねえか、将軍を助けろ。七姫が一人、お支えの姫ピリリカ、みんなからチヤホヤされたいです。姫違いだ、帰れ。俺ピッピは信じてるぜ。愛する子猫ちゃんたちがきっと救い出してくれるってな。刻一刻と迫るウェイヤスの処刑時刻、果たして姫たちは助けられるのか。次回七人の姫最終話、ウェイヤス死す、勝利スタンバイ。え、助からないの。おい、バカ将軍、ここに埃が残ってるぞ。あ、はーい、すぐにお掃除へ伺います。将軍ウェイヤス様を毎日毎日炊事に掃除に洗濯にとこき使いやがって。岩島界に着いたら覚悟してろよ。あの小僧どろから心情を奪い返し復讐してやる。さて、そろそろ見えてきますかね。もうすぐ目的地に到着ですよ。一体どんなところなんでしょう。おいおい、ピリリカちゃん、知らないのか。イワシマ海はな、その名の通り超ド級宇宙イワシの中にある魔界だ。魚の漁獲量は全魔界でもナンバーワン。いつもたくさんの漁師たちで港がにぎわってるんだぞ。漁業が盛んということは、
宇宙ついに食べられますか？寿司？当然だろう。朝一に行けば腹がパンパンになるまで食べて食べて食べまくれるぜ。お腹がパンパンになるほどのお寿司。ついに日の本グルメを味わえるんですね。この日はずっとずっと待っていましたよ。そう、一日千秋の思い出。それを言うなら一日千秋だとアホ。朝一で寿司を腹いっぱい食えるね。どうやら将軍様は庶民の暮らしを全然知らねえらしいな。どういう意味だ。庶民の暮らしならよく知ってるぞ。コンビニだって毎日のように行ってるし。はあ、その割に俺の知る岩島界の実情はお前の話とはまるで違うけどね。ウィアさんの知っている岩島界と違うってどういうことですか？実際に見てみりゃわかる。ほら、目的地にご到着だぜ。第3話、消えた怪盗を求めて。頑張ろうね。感謝の極み。
強そうだな。お腹すいた。おっと